こんにちは。ランポーレ三重背番号12番の石川智也です。今日は僕の得意なプレーのパスについて教えたいと思います。ポイントは強いパスを出すこととシューターが打ちやすいところにパスを出すことです。はい、失敗例をやってみます。失敗例は、パスが弱いっていうのと、シューターが打ちやすいところにパスがいっていないっていうところが失敗例になります。それではやってみます。それでは成功例をやっていきます。成功例は強いパスを出すということとシューターが打ちやすいところにパスを出すということです。それでは皆さんもやってみてください。あっちどっちそっちへ